ニキちゃん、ニキラジのアフタートークです。カジーとアミカです。いや、両方ともなんか名前だけ妨害しちゃったんだけど、なんかさ、膝で毎回めっちゃ良くないですか？うん、全然やだ。なんか月曜から夜更かしで観覧の方がそれやってていじられてる人がいたの、この間見たよ。その人なんか違うけど、めっちゃその人をいじられてた。面白かった。これ1個じゃないですか、うん、でも同じこと言ってたの。本当に多く鳴らしたいんです、私はって言ってた。見てた人いる、月曜から夜更かし拍手に行きみたいな。でも私は結構月曜から夜更かし見てます。待って、ちょっと最近私もアミちゃんがなんか昔見てたから、あ、見てました見てましたって聞いてからすごい見るようになって。ちょっと最近の見てる？最近たまに、ちょっと面白くないの見ようよ。見てか、私もアミちゃんのせいで見るようになっちゃったんですよね。いやー、あれなんかいいですよね、ちょっと、気がいい感じに緩みます。そう、流行ってなるよね。いい番組だな、はい。ね、言っていいか分かんないけどさ、中国にあのロケしに行ったの見てないでしょ？見てないです。ね、TVer で見れるからさ、見た方がいいと思う。なの、日本と中国を結ぶバラエティが月曜から夜更かしだって言ってて、中国の人がもう月曜から夜更かしのファンがいっぱいいるの、中国に。めっちゃいいですね、なんか。で、中国にこうやって、あ、月曜から夜更かしですって回しに行ったら、もう人だかりができるくらい人気で、なんか、あそこには行っちゃダメだとか、地名を覚えてるの、中国の方に。行っちゃダメな街なんてないんだけど、変な人が多いよみたいなのを調べたりとか見たりとかで、すいません、ちょっと市場が収まりましたけど、こんな話をニキラジオではいつもやってます、聞いてください、これからも。ということで、ちょっと読み切れなかったお便りを読んでいこうと思います。ラジオネームミントくんからです。ありがとうございます。カジ、アミちゃん、こんばんは。こんばんは。最近新しい枕を買いました。そのおかげかこれまでより寝つけがすごく良くなった気がしています、睡眠環境って大事なんですね。二人は何か自分の睡眠環境についてこだわりあったりしますか？そうです。はい。寝袋。あ、そうだ。めっちゃこだわりある人いた。まだ寝袋ですか？もう寝袋です。ずっと？夏は暑くて、あ、そっか。使えなかった時期があったんですけど、今はもう。今は戻った。寝袋。でも最近はちょっと寝袋だけじゃ物足りなくて。物足りない。なんかこう怠け者の形をした。履くお布団みたいな、履くお布団、ここら辺こうズボンみたいに履いて、ここら辺までウェーンって怠け者の顔が来てこうやって入って、これの中にこう寝袋やって、こう厚いお布団をこうかけて寝る。え、寝袋の上にお布団かけるの？そうです。お、へえ、もう寒いやん、普通寒がってるやん。いや、でもこれでもう敵なしみたいな感じです。でも敵来たら逃げられないよね。はっ、そうです、はっ、はっ。いや、寝袋めっちゃあったかいんですけど、それも私なんかそのもがき苦しんでるらしいんですよ。何？分かんない、詳しく。私いつも母ちゃんが隣で寝てるんですけど。あ、そう、隣なんだ。私もう寒いから寝袋のこう口とかもギュッて閉めて、もうこの状態で寝てるんですよ。そうすると夜中に暴れ出す。すごい。暴れ出して、こう意識ないんですけど、私はそれを見てるもん、開けようとするんです。だからそのぐらい保温性が高い。苦しんでない？寝つけてる？それ全然私はその起きてる、自覚がないんで。もちろんね。あ、そうだったんだみたいな。いや、いいねみたいな。寝起きで分かんない、その、あ、今日よく寝れたなとか、あ、ちょっと今日寝たけどな、疲れてるなとか分かんない。あんま分かんないですよ。なんかその暴れた後に母ちゃんが、いや、それじゃ寒いからっつってもう一回戻してくれるんですよ。あ、そうだから起きた時は、あ、あったかい、いい日だって起きれる。ただ母ちゃんが夜中に起こされる。いや、そうなんだ。隣でミノムシが隣で暴れてるわけで。なんか私今みちゃんの聞いてて、その寝る質で、質をあんまり分かってないんじゃないですか。ああ、そうかもしれないです、ね、だから割とどこでも寝れるタイプなのかな、じゃあ。そうですね、まあ、寝袋で寝れてるとか、寝るものなのかも分かんないんだけど、なんかすごい恐怖体験きました。いや、私あの、ないんでこだわり。
あ、でも私もあったかくしないと寝れない。だから年中無休であの毛布かけて寝てる、うんうんうん、クーラーもつけないけど夏とかも毛布かけるし、そう、それが私不思議なんだよね。で冬も必要以上に毛布をかけて、うん、起きて布団、敷布団派なんですけど、あ、結構こだわりあるね私、うん、あのベッドじゃないです敷布団なんですよ。もう生涯敷布団で生きていきたい。ベッドダメなんですか。場所を取る、だから無駄が嫌いで、あ、畳めるっていう良さが素敵だなって思ってて、あの冬暖かくしすぎて裏見るとおもらしみたいになってる、それは昔からずっとそうで恥ずかしいんだよね。え、でもそれでも寝れてるんですもんね、うん、それじゃないと寝れない。逆にすごい、だからちょっと恥ずかしくって裏見せてあげたい、写真とか。そうなんですよ。まだおもらしには入ってない、これから来るかな。夏だったらさ暑くて汗かいてとか分かるんだけど、冬限定なの、おもらしは。すごい。でも汗ってそんなに濡れることないじゃん絶対。そうですね。しかもこんな分厚い敷布団じゃん、ちんちんの裏がだってあれなんですよね。多分ね水蒸気なの。怖すぎる。すごい。湿度もめっちゃ高くして寝るから。なんか私もあんま一言言えないの、怖いねって言ってるけど、うちも怖い。そうなんです。なんかその床で育てられそうです、ね、いやそうマジで。湿度はいカビまして実家が。あー、うわーすごい。もうそれで怒られて、はい、すいませんって言ってちゃんと干すよ、ね、毎日だからシーツも、うん、もう取り替えまくり、もうすぐ取り替えて大変だし干すし、うん、おもらしかじと、ミノムシアミちゃんでした。皆さんいい睡眠をとりましょうね、はい、普通に寝れるのが一番だからね、はい、よろしく。じゃあまたこの2人のペアの時は喜んでください。みきちゃん出た